おっす、ぐちゅです。おっす、菊野勝則です。同じノリでやってる。今日はまた先ほどの続きで勝田先生の道場に来させていただきまして、まあ、そのつながりでちょっと今日菊野さんとやることができますので、ちょっとお願いしようかなと思います。先生、お世話になりました。ありがとうございます。いや、お相撲さん何キロなんですか？結局127ぐらいだったんですかね。やば。菊野さん今何キロですか？僕80ぐらいですね。当日僕も服着たまま計量したんです。でも約50キロさ。まあ40後半ぐらいですね、はい、ちょっとその話も後でちょっと聞ければなと。いいですか？はい、もちろんもちろん。はい、せっかくなんで、さっきは刀対トシュっていう無謀なチャレンジをしたんですけど、これトシュ対トシュもできるみたいなんで、ちょっとそれで菊野さんに対戦お願いしようかなと思います。お願いします。お願いします。お願いします。やばいっすね。三日月蹴り前が悪いんで。三日月蹴り日本で見てたんですよ、ほんとちょうど、三日月蹴り番前で、世代だったんで、怖いっすね。マジで。自分もいくつだっけ？自分27です。27か、お回り下なんだ。で、菊野さんはおいくつです？まあ39で今年40か。ドリーム出てた時は何歳なんですか？10年前、30くらい。おー、この今の年代ぐらいの時にあそこの場あったって。そうだ、まあそうだ、27、8だ。かっこいいっすね、ちょっと。あの時の観客とはすごかったじゃないですか。すごい大盛り上がりじゃないですか。どう、菊地くん？バッチリっすよ。バッチリ必殺技でいこうかな。手と手だからね。これでも近敵とかもあるんで、やっぱ怖いっすね。じゃあ始めます。お願いします。お願いします。もうさっきの刀とは何が違う？いや、単純に強い。単純に強い。シンプルだね。シンプルに強いっす。どうでしたか、今やれてみて。まあね、はい、めちゃくちゃ強いし。コメント困ってるからやめて。コメント困ってる。どうだったのかなと思いました。これ本当ゲームとして面白いですね。面白いですね。怪我なく、はい、楽しいな。なるほど。どういう感覚で2人やるんですか？その当てに行くって感じ。聞かせるとは違いますもんね、これは。自分は違いますね。もうポイントを掴んでやろうって感じで。
その間合いの攻防とかね、はい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 、タイミングの攻防、角度の攻防がすごいシビアだったから今、はい、めっちゃ面白かった、ちょっと伝わりづらいかもしれないですけど、全然ね、向かい合った時のこの恐怖感、はい、すごいですよね、めちゃくちゃ面白いですよ、これは。まあ、せっかくなんで、次あれやりたいですね。刀 VS 刀切り合うの、格闘家が切り合う、やっちゃうしかないでしょ、やろう、はい、好きだねいや俺も好きだけど刀さっきみたいな感じで、はい、こうガバンって叩きに行くんじゃなくてこう乗せる感じで、はい、前回やらせてもらったんですけど、うん、まあ、攻撃はまあ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 太郎くんでやらせてもらったんですけど、うん、防御がすごい難しいんですよ、軌道が違う、すごい難しいです、うん、本当どこで防御していいのかなって感じ、うん、ここら辺が難しい、切るっていうのが、なるほどね、打撃しかないんで、叩くしかないんで、あ、普段ははい、うん、押し込むしかないです、うん、切って引くとか難しいですね、はい、じゃあ3分で試合形式で、はい、お願いします、お願いします、おー、はい、待て待て、これ難しいよ、本当に難しい、これ殺されまくってたよ、これ切られまくったこれやっぱどうですか、肩も何持つと全然違うもんですか、違いますね、なんか慣れてませんでした、そんなことないですか、まあ、そういう好きで、はい、遊びでやったりしますけど、ちゃんと習ってるわけじゃない、でも明らか福地より刀使いが慣れてない刀使いがですね、子供とちゃんまらごっこしたりとかする、あ、そうなんですね、まあ、稽古でちょっとタイ武器でやるぐらいで、あ、タイ武器もやられた、武器、タイ武器あんましないですよね、子供とちゃんまらするぐらいですね、あ、そうなんですね、チャンバラはロマンですよね、やっぱロマンですかロマンですよね、切り合いですね、楽しい、どうだった福地がやってて、いや楽しいっすよ、楽しいっすけど、うん、この辺ほんと難しい、うん、ここまあまあでも頭からかち割られてたけど、頭からかち割られた死んだありがとうございました。あのこんな感じです。はい、なんか純粋にただ黙々とね。そうですね。あのやっちゃいましたね。はい、楽しい。まあ、この後ちょっと対談の方していこうかなと思いますのでお願いします。菊野さんのチャンネルもあの概要欄に貼っておきますので、そちらの方飛んでいただければなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。